ヘロイ YouTube! どうも、東京テストの篠岡です。今回はですね、まず皆さんに謝罪しなければなりません。先週ぐらいですかね、4泊5日で東京テストがもう、ほぼもう東京にいなかったんですね、もう仕事で。で、その風景を篠部がですね、ぜひ撮ってきてほしいと。で、それをタケルに任したんですけど、篠部から終わった後電話かかってきまして、タケルさんが撮ってきた映像がやばいですってなって、とてもこれを Vlog として普通に流せませんって言われて、おい待ってくれと、そんなことがあんのかってなって、ちらっと冒頭の部分見たら、もう Vlog じゃなかったんです、本当に。信じらんなかったです、自分も。なのでちょっとこれは多少ツッコミだったりリアクションっぽいのを入れないと Vlog として成り立たないということで今緊急で動画を撮ってますということで皆さんも一緒にあの Vlog を想像してみてくださいね。じゃあ早速見ていきましょう。今日が2月の18日の夜です。ラビットも終わり、打ち合わせがあったりして収録があってもう映像いる？いらないよね、絶対ね。イニシャル D みたいな映像じゃん。全部がこれ。もう8時です。今日から5連泊でいろんなところに泊まります。仕事で。とりあえず明日は岡山なので、ちょっと今日の最終の新幹線に乗って岡山帰って実家に寄ろうと思います。5日間の Vlog を出します。車のインサート誰が見たいんだよ。ファンはさ、こういうタケルの普段見えない映像見たいわけでしょ。わかんないけど、いらないんだよなこれ。よろしゅう。新横浜ね。いやちょっと待って、止めた、ごめん、もしない。これちょっと止めなくちゃダメだ、これ。映せやいいじゃん。窓ガラス越しのお前じゃなくて、これ裏にすりゃいいじゃん。顔が一回も映ってないんだよ、ちゃんと。始まって1分経って、Vlog ですって言って、出役が。確かにこれは篠部はびっくりしたと思うわ。一回は会っていいよね、1分のうちに。まあ、アイスとね、かかる。これはね、これは全然いいのよ。岡山着きましたね。実家帰りまーす。バイオハザードか。階段。いや、どっから回してんのこれ。こうなのかな、Vlog って。階段降りるシーンから始まるのかな。俺こっから見てないんだよ、怖くて。そう、雪降ってたの。そうそう。で、この雪の映像は綺麗だし、ね、タケルの実家。岡山着きました。雪ですぐらい言えよ、お前。怖かったな、今。で、これ俺が到着して、岡山着いたっていう描写をしてるんですけど、篠部には送ってます。この前に、俺は自撮りで撮ったりとか、ボケたりしてるんですよ。ちょっと緊急で、なんかタケルがもしかしたら悪い予感がして、撮れてないんじゃないかなって思ったから、緊急で回してからちょっと荒かったりしたのね。だからカットされてるんですけど、その人です。これから4泊5日ぐらいします。これ、銅山ってね、仕事したんですけど、これもこういう仕事しますってタケルから言ってるもんだと思って、動画回してますんで、何の仕事か全く分かんないです。それ今怖かった。やっててもう修二とアキラ、まぶたプロデュースの名演技みたいな。ほぼ寿司食いねえじゃねえか。ねじり始まりの仕方が。俺とマネージャーが演奏するシーンはいらないんだよ絶対。自撮りが一回もないんだよタケルの。怖いわ。ということで広島に着きました。夜ご飯はサラダと夜ご飯ドレッシング先開けちゃったんで撮影をしてます。この混ぜ方、これ減量中なんでね、お菓子とか食えないんで、これと脂質の少ないこれ、あとくん玉
くんたまちゃん、これでご飯食べて寝ます、うん、ホテルに着きました。自撮りをしろよ。なぜ鏡越しのお前なんだよ。回せばいいじゃんか、これを。なんで鏡越しのお前しか見せてくんないんだよ。さあ、ということで広島に着きましたので、あとはゆっくりして明日に備えていこうと思います。ということで、おはようございます。今ですね、8時ぐらいなんですけど、広島のホテルで7時ぐらいに起きて有酸素運動をねしようと思ったら雨降ってまして、この部屋で筋トレしてから、わらいちというのグレープカンパニーで行く営業に行っていきたいと思います。広島の朝です。今日営業なんですけど、ちょっと時間があるというか、ちょっと早めに起きたので朝ウォーキングしてます。意外ともう人結構います。メコギチック国土交通省。何この映像、マジで怖くない？これ Vlog ですよ。皆さん帰ってお風呂入って、仕事行きます。さあ、今日はわらいち広島グレープの一行で営業です。初めてね、はい、この営業に新一さんいるし、新一さん R1 決勝行ったし、ちょっとね、話したい。おざす。はい、はい、あら、おめでとうございます。いやいや、おめでとうございます。おめでとうございます。あのね、ほんまに俺はティモンディ派とかって言ってるけども、はい、あなたたちおめでとうのラインめっちゃ早かったです。やっぱりね、嬉しいわ。やっぱり1年目から見てたから。あと早かったの誰か言って、はい、謎にゾフィーゾフィーのこの上田っち。あ、上田さんか。上田さんが、上田さんがやっぱ、上田さんってだからこういう時におめでとうとバーって来て、んで、あれだ、すぐ返せやんか。やっぱりこの人って、賞レース決勝行かない認めへんねやと。それまでそんな LINE は来てなかった。全くこれ、ゼロやで、あの人と個人 LINE する。なるほどね。もうね、今日ね、優勝してください。で、ちょっと出てほしいです、YouTube 来てくれて。いや、だから、いや、優勝せんでも出れるやん、YouTube。 いや、無理です。あの、優勝しないと、一緒に出れません、ね。いやいや、なんで、これもう、これ今日はあの Vlog 風にやってるだけなんで、本当その1日の、まあ、1箇所の人やってるんだよ、お前だって。動画の中に理由があるんですよ、あと、何理由。新一さんとコラボした彼が死ぬほど回ってないんですよ。6000とか、ありえないよ、6000、コラボして6000。こっちはセルフですよ。こっちはこっちでもう3000ぐらいしか回ってないから。だからここのコラボは誰も求めてないんです。なんだほんまに。いや、だから優勝したらちょっと来てください。優勝しなかったらごめんなさい。俺待って、俺優勝特典がお前らの YouTube で、ちょっと待ってくれって。R1 の優勝特典の1個にすぐ出てください。めっちゃ回るからな、マジで。いや、マジで頑張ってください。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。裏マネージャーに来てもらってね、舞台撮影の映像で、こう見るとかっこいいですね、やっぱりね。何ヶ月が出てくる方は誰でもかっこいい。ありがとうございます。大一杯の方がありがとうございます。すいません、改めまして東京ブリソンです。お願いします。ということで、新大阪に着きまして、今は北梅田のホテルに泊まっています。夜ご飯食べて、いろいろ作業して寝ます。今日はからし明太子、とろっとゆで卵、こういうのが一個もないんでしょ。そのサラダとか、どうだった。あとプロテインとゼロキロカロリーファイバー、結構絞れてきましたね。下は収録です。なし、タケルの収録で、ちょっとね、初めましての超大物芸人さんとの共演ということで緊張しておりますが、まあ、いつもみたいに回して分回して、俺がゲストに話振ってって感じでやってないだろう、いつも。今日その長みたいな人が広かったですね、本当に。ちょっと緊張してますけども、そうですね、はい、頑張りたいと思います、はい。ということで、大阪の収録が終わりまして、
ホテルついてって感じでして、こんなのしか使うとこなかったってことなんだよね。要はね、鮭と卵のみですね、今日は。はい、昼にちょっとねご飯食べちゃったんでいっぱい。はい、ということでね、明日が、神戸でロケやって終わりです。最終日の神戸です。やっと来た、たける。1日目岡山行って、2日目広島で、今日が大阪で、明日が神戸か。本当最終日が北海道の予定だったんですけど、雪でロケできないってなって神戸になったので、まだ移動楽になりましたけど、明日ラストですか。はい、ちょっと待って、これは自撮りにしたのは、しのぶさん、これはもしかしておかしいんですよ、どう考えて。あなたの指示がありましたね、これ。はい。だよね。おかしいもん、急にこんな映像撮んないもん。こっからちゃんと真面目になってるんだ。そうそう。あ、よかったよかった。いやー、泊まりはしんどいね。あと1日頑張ります。とりあえず、明日に備えて寝ます。ございまーす。ちょっと早めに起きたんで、ウォーキングしながらご飯食べてというか探しに行こうと思います。そうそうそう、こういうの最終日も頑張りましょう。頑張るといい。とりあえずめちゃくちゃ有名なサウナがあるので、サウナ行ってきます。めちゃくちゃうまいじゃん、回してサウナの紹介と顔ポンは。急にうまくなりだしたで。さあ、ロケ場所に来ましたけど、今日は動物園でロケです。何の番組かはまた言いますが、ちょっといろいろあって、一度来たことある動物園にまた同じ番組で来させていただく形になりました。これからロケなんで頑張ります。はい、ということで神戸でのロケ終わりました。はい、ということで4泊5日か。ここまで家開けたの初めてじゃない？いや、そう、あ、そうか、確かに。多分ね。どうする、家帰ったらクソまみれだった。何その感じ。全然面白くない。いや、何その感じ。家帰ったらクソまみれになってた。クソの家になってた。どうする。しつこいでしょ。クソ野郎っていう。良いな。仕事減るわ。良いなじゃないよ。完全に気が抜けてるますね。もう4泊5日が終わったってことでね。ということで、じゃあお疲れ様でした。あ、じゃあ。自宅に着きました。5日ぶりの家です。いやいや、あー、家着いた。最後、いや、ホラーじゃん、最後だけ。きったねー、疲れた、きったねー。あー、ということで5日間の長旅が終わりまして、家に着きましたので、これにて終了。はい、終わりました。いやー、だから後半からは見れたと思うんですけど、やっぱりその前半がやっぱあまりにも変だよね。だからあれはまだまともになってる方なんだもんね。その最初聞いてた話では、ショウゴさんの分がないって聞いてたんで、うん、これをどうまず動画に。確かにやばかったもんね。ちょ、タケルさん。はい。実はタケルが横にいたんですけど、すいません、あの、何なんですか、あの私の Vlog の認識として、はい、外を撮ってるっていうイメージが強かったの。でも自撮りすれば映るじゃん。顔が見たいよ、まず絶対的に。いや、俺目線をお届けしたいと思ったから、俺は俺が歩いてる目線をお届けしなければっていうところで、俺の景色はどう見えてんだっていうのをが Vlog だと思ってたからマジで並走の車は何なの、マジで。あれだから俺の目線すごかったです。とりあえずちょっと、まあこれでやっと流せますね。どうでした。はい、内側で撮るようにします。はい、お願いします。すいませんでした。以上、東京テストでした。あいしょ。チャンネル登録よろしくね。おい、ビブラート侍か。